はい、です。今回ですけども、今回の動画はね、僕、20歳になります。ということでね、今の日付が3月の28日の時間的にはね、8時ぐらいです、夜の。まあ今回の動画なんですけども、誕生日を迎えるんですよね、僕。3月の29日が誕生日なんですけども、誕生日の、まあ、大体今4時間前ぐらいなんですけども、そこから日付回って、まあ何時間後ぐらいまでを密着していこうかなって思います。とうとうね、僕は20歳です。まあ知らなかった方もいると思うんですけどね、僕まだ20歳になってないんですよ。こちらの動画でね、成人式の動画とか上げてるんですけども、成人はしたんだけども、まあ僕ね、早生まれなんで、まだ誕生日はね、迎えてなかったんですよ。まあ20歳になってね、お酒とかタバコとかも解禁されるということで、今回はね、そのね、誕生日、僕はね、自分でもうプラン決めてます。まあね、友達とね、誕生日を過ごしたりとかしたかったんですけども、やっぱり僕は YouTube が大好きなんで、誕生日も YouTube を回していこうということで、そんぐらい YouTube が大好き人間なんでね、YouTube に残したいということでね、今カメラ回してるんですけども、自分で誕生日を祝っていこうということで、もうそのね、自分で祝うプランはね、もう決めてるんで、それを皆さんにね、お届けしたいなと思ってて、やることはね、4つあります、全部で。で、その4つをね、やっていこうかなと思うんで、ぜひね、最後までご視聴お願いしますということで、じゃあね、早速今から僕がね、誕生日を迎える前と迎えた後のね、この密着をしていきたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。はい、でね、じゃあまずね、僕の誕生日密着、1つ目にやることは、20歳になる前のラストのコーデ紹介やりたいと思います。ということで、いや、お前、それ自分へのご褒美かとかってね、突っ込まれると思うんですけども、僕はね、YouTube をやってることがもうね、自分へのご褒美なんですよ。YouTube やってるだけで幸せなんですよ。だから、20歳に、ね、なる前のラストね、コーデ紹介やっていこうかなと思って、で、そのコーデは、次の2つ目にやることに繋がってくるんですよ。どういうことかっていうと、そのコーデでどっかに行きます。そのコーデに着替えていきたいなと思ってて、で、それが20歳になる前のラストのコーデ紹介になるっていうことで、1つ目が20歳になる前のラストの僕のコーデ紹介をしていこうかなと思うんでね。まあね、誕生日ってね、毎年来ると思うんですけど、20歳になるね、誕生日っていうのはね、やっぱりね、特別感はあるじゃないですか。だからね、こういう20歳になる前のラストのコーデ紹介をね、こういった形でやってもいいんじゃないかということで、で今からね、そのコーデをね、決めていこうと思うんでね、決まり次第ね、コーデ紹介していこうと思うんでね、そのね、コーデ決めていきたいと思います。はい、でね、これがね、今日のコーデなんですけども、これがね、20歳になる前ラストのコーデということで、こんな感じでね、このね、マルジェラのね、ブラックのパーカーにダメージが入ってるワイドフレアデニムということで、どうでしょうか。可愛くない？やっぱこのシルエットが僕好きなんですよね。パーカーにワイドデニムっていうこのね、合わせ方がマジで好きで、もう完璧だね。シルエット最高。この足の細さね、スラッとしてる感じ最高っすよね。あとこのね、プリントも可愛いし、あと何より見てもらいたいのが、このね、横がこういう風になってることによって、さらに足が長く見えるんですよね。元々が長いのに、もっとさらにプラスで足が長いんで、もうね、世界一足が長い男です。まあそういうのもね、ポイントだと思います。こういうのもね、これね、レディースのマルジェラのパーカーなんで、まあ、メンズにはね、こういうねデザインはないと思うんですけど、まあ、レディースだからこそこういうデザインがあってね、足がスラッとしてる人とかだったらこういうポイントがあるトップスとかを買ってみても全然いいかなと思うしね。まあこんな感じでどうですか。いいね。まあオールブラックって感じかな。でスニーカーだけ白かな。まあ本当に黒白のシンプルなコーデということで、20歳前ラストのコーデ紹介、そういうちょっと節目のねコーデ紹介にもなるんで、まあどういったコーデしようかなっていうのもちょっと考えたんだけど、普段からね全部ね最高級におしゃれなコーデだけを紹介するんで、今回もねそれと同じ普段と同じようにね、コーデを組めばね、最高級のおしゃれなコーデができるでしょうということで、そんな感覚でね、いつも通り組まさせてもらいました。じゃあこれが20歳になる前ラストのコーデ紹介ということで、これがね、1つ目に僕がね、その誕生日密着でしたいことでしたということで、じゃあね、次2つ目にやることね、発表していきたいと思います。はい、では次、誕生日密着2つ目にすることは、今からマッサージいきます。はい、ということで、来ました。まあ、日頃のね、疲れというか、そういうのをね、癒しに行こうということで、まあ、普段ね、僕はね、ちょくちょくね、マッサージ行ってるじゃないですか。動画にね、映してるところもあるんだけど、その時はね、だいたいまあ、30分か1時間ぐらい、マッサージをしてもらうんですよ。1日 YouTube やってる、まあ、ちょっとその隙間時間にマッサージ行くっていうだけなんで、手っ取り早く30分1時間で終わらせるんですけど、今回はね、超ロングタイム、2時間あげます。2時間コースのマッサージ行きたいと思います。もう本当に30分から2時間、1時間から2時間っていうのはね、もう本当にね、効果が倍ぐらいになるんで、もうそこでね、せっかく誕生日だし、20歳も元気よくやっていくぞということで、20歳になる前にね、癒しに行こうかなって思います。この格好でね、マッサージに行くんでね、じゃあ早速ね、ちょっとね、他のね、準備していきたいと思います。はい、ということで、今からね、マッサージ行ってこようかなと思うんでね、どこのマッサージ行くかは皆さんの想像にお任せしますということで、はい。嘘っすよ。普通のマッサージです。普通の池袋の僕がね、普段通ってるマッサージです。リラクルっていう場所です。はい。行ってこようかなと思うんでね。ちょっとね、今雨降ってるらしいんでね、外で回すのはね、厳しいかもしんないけど、回せるところで回していきたいと思います。ということで、じゃあ行っていきたいと思います。はい、じゃあね、今ね、マッサージから帰ってきたということで、今の時刻が大体ね、深夜の0時です。マッサージ行って、電車で帰ってきて、夜ご飯とかカットにして、こんぐらいの時間帯になったんですけども、もうね、日付回ってね、29日になってるんですよ。で、29日ということはですよ、僕の誕生日になりました。
はい、ということで今から初お酒を飲みたいと思います。もうねこちらのね18時の一本目の動画で初お酒をね堪能してるところは出してるんですけども、それのね続きというか、まあまだビール残ってるし夜ご飯もあるということで、まあちょっと軽くね初お酒のところも撮っていこうかなと思います。まあ初お酒をねこちらの動画見てくれた方は分かると思うんだけど、ほろ酔いです。なんでかというとこれから撮影あるんで、生ビールとか一気にね急に行っちゃったら多分ね頭おかしくなって撮影できないと思うんで、ほろ酔いはね友達もねジュース感覚で飲めようみたいなことも言ってたからほろ酔いにしました。で桃ですね。はい、じゃあいただきます。うん、あんまり美味しくないね。桃は好きなんだけど、なんか 100% 桃ではない、ね、アルコールがちょっと入ってるっていう感じがする。まあね、ビールをね飲む瞬間とか丸々1本もそのビールを飲んでて感想とかいろいろね話したりしてる動画はね、さっき紹介したこちらの動画で出してるんで、こちらもね見てほしいんですけども、なんでねこの動画ではねもうパッパッパッといきたいと思います。でね、夜ご飯はこちらです。とんかつ丼ですよ。20歳も勝つぞということで、そういう感じで誕生日迎えての初ご飯はとんかつですよ。いただきます。うん、うまっ。でここでビールを入れるんでしょ。あー、なんかビールの良さ分かってきたかもしんねえ。なんかね、ほろ酔い別にね、アルコール入ってんのみたいな損害なんだけども、なんていうの、ビールっていうその先入観があるから、アルコールを感じれなくても、なんかビール飲んでる気分になれるんですよね。洗脳というかさ、そういう感じになってるんですよね。いやー、これは楽しいわ。ビール飲んでたら。ビールの楽しさは分かった気がする。やべ、2024年も勝てる気がしてきた。カツになんか食べなくても勝てる気満々でしたけど、いや、カツ丼食ったらもっとね、さっきのビールの話じゃないけど、カツを食べるイコールカツみたいな、そういう先入観みたいな感じですよね。いやー、いいね。いいスタートですよ、20歳。もう暴れますからね、才能がある俺はね、もうどんどんいきますよ。完璧に誰よりもね、才能あるんで。はい、ということでね、この後はね、僕の欲しいものをね、オンラインショッピングしていこうかなと思うんで、まあなんでかというと、オンラインでしか買えないからです。それはね、これ食べ終わったら動画回そうかなと思うんで、次はね、自分に誕生日プレゼントということで、その様子をお届けしたいと思います。はい、でね、ちょっと今ね、少し着替えたんですけども、じゃあ早速今から、僕のね、お誕生日に自分にご褒美ということで、一つね、欲しいものを買っていこうかなと思うんですけども、まあね、オンラインでしか買えないって言ったのはね、ブランドをね、見てもらえればわかるんですけども、まあそのブランドっていうのが、フラグスタッフです。僕の一番大好きなブランドですね。はい、フラグスタッフ様、いつもお世話になっております。フラグスタッフはね、店舗を持ってないんですよね。セレクトショップの中には入ってたりはあるんだけど、そのフラグスタッフのアイテムが全部入ってるわけじゃないから、やっぱり欲しいものはオンラインでしか買えない状況なんで、オンラインで買っていこうかなと思うんですけど、まあやっぱりね、自分の誕生日自分の一番ね好きなブランドでね買っていくのがねいいんじゃないかと思ったんで、フラグスタッフで今回はねお買い物していこうかなと思ってて、でね、もう買うアイテムはねもう決まってるんで、それを紹介していこうと思うんですけども、今回ね買うアイテムこちらです。こちらはトラックジャケットですね。可愛いでしょこれ。こうやってね2色あって、ベージュ系とこういうホワイトとまあグリーンが入ってるっていう感じのがあるんだけど、僕はこっちのねホワイトの方を買おうかなと思ってます。まあこれは理由はね、ブラウンの方は売り切れてるんですよ。このアイテムは結構前からあるアイテムで、買うか買わないかちょっとずっと迷ってたアイテムで、まあせっかくなら誕生日にじゃあ買っちゃおうかっていうことで買うんですけども、ぶっちゃけねブラウンの方は売り切れてるっていう理由もあるんだけど、どっちかっていうと僕はホワイトの方欲しかったんで良かったんですけど、僕はこの XL を買おうかなと思ってます。まあ XL しか在庫はないんですけど、まあ XL で大きめに着たいんでね。可愛いでしょ。このね胸元にフラグスタッフっていうね、炎上でねこうやって書いてあって、ローマ字でね、で白と緑ということで、まあ僕ねトラックジャケットはどっかの動画で言ったと思うんだけど、ヒスレグラマーと現在のコラボのトラックジャケット僕持ってるじゃないですか。どっかのこれ紹介の動画でそれを着て、トラックジャケットちょっとめちゃくちゃいいなってその時思って、やってみようかなっていう風に思って、そういうね気持ちもちょっとあったんで、いろんなタイミング重なってちょうどいいなと思って買おうかなって決めました。まあ、カラー的にもねこの白緑っていうねカラーのトラックジャケットは持ってないし、トラックジャケットじゃなくてねこういう緑とかが入ってるトップスもね、なんだかんだあんまり持ってないなと思ったんで、あ、じゃあカラー的にもねいいんじゃないかということで、でこれお値段が 17,600 円で、まあフラグスタッフのアイテムはねそんぐらいしますよということで、そんな感じで今回買うアイテムはこちらのトラックジャケットでしたということで、だからねいつも通りねそのまあオンラインで買うときはねいつも言ってるんですけど、また届き次第動画にしてね実物は紹介しようかなと思うんで、その購入紹介の動画はお楽しみにしてくださいということで、じゃあね今回のね僕のね誕生日密着ラスト4つ目にしたいことは、自分への誕生日プレゼントを買うということでしたということで、こんな感じで誕生日密着の動画、終わりたいと思います。はい、というわけでね、今回の動画はね、僕のね、20歳になる誕生日の、まあ、前日と当日に密着ということで、前日の夜の8時ぐらいから、今の時刻大体ね、深夜の1時半ぐらいなんですけども、そこまで密着で動画撮ったんですけども、なんとね、とうとう僕は20歳になりました。本当にありがとうございます。全国の20歳探してもこんなポテンシャル高いやつはいないんで、相当ね、期待されてる人材ではあるんですけども、そのね、期待をね、背負ってこれからもね、活動していこうかなと思うんで、皆さんね、ぜひご期待してくださいということで、まあね、20歳になってね、いろいろ話したいこともね、もっともっとあるんですけど、まあそれはね、これからの動画でね、いろいろ話していこうかなとも思うんで、それもね、お楽しみにしてくださいということで、今回ね、合計でね、4つこの動画ではね、誕生日企画というか、そういう感じでやったんですけども、1つは20歳前ラストのコーデ紹介で、2つ目がロングタイムのマッサージに行く、で、3つ目が初お酒、そして4つ目が自分への誕生日プレゼントを買うということで、こんな感じでね自分でね誕生日のプランを組んで動画にしたんですけども、まあね友達とかとね誕生日を祝いたいというか、どっかね出かけたりとかっていうのもねしようかなとも思って
ったんですけども、まあ、やっぱり俺は YouTube が大好きなんで YouTube にリアルタイムでこの日を残したいなと思ったんで YouTube をね撮らさせてもらいました。僕はねマジでね YouTube に取り憑かれてるんですよ。ある意味 YouTube がない人生はもう考えれないなと思って、僕がサッカーやってた時と同じで、その時もサッカーがないと俺は生きてる意味ないと、サッカーが全てだと、俺はプロサッカー選手になってやるんだと、もう本当にサッカーに取り憑かれてたというか、そんな感じでねサッカーやってて、今はねホームグラウンドが俺は YouTube になって、今その時と同じようにね YouTube がないと生きていけない、 YouTube がない人生なんて考えられない、絶対に YouTube でトップになるんだっていう風なね気持ちをね持ちながら今もね YouTube 活動を取り組んでいますと。俺はね絶対なるんですよ。なんでかというと、なるまでやるから、途中で他の奴らみたいに諦めたり途中で挫折したりそんな奴じゃないから、俺はねなるまでやるんですよ。だからうまくいくんですよ。今も順調にうまくいってます、もうプラン通り。だからこっからもねうまくいっちゃうんですよ。そんぐらいの才能があるんですよ、うん、才能があってなおかつ継続力もあって諦めない心もあって、それはもううまくいくでしょ。それをねこれからもね動画を通して皆様にねお届けしようかなって思うんでね、僕の生き様ぜひ見てくださいということで、じゃあこんな感じでね、まあこうやってねいろいろ話したいことあるんですけども、これからね20歳になった後のね動画とかでいろいろ話していこうかなと思うんで、じゃあそんな感じでね今回の動画は僕の誕生日密着でしたということで、20歳もぜひとも暴れさせてもらいますということで、これからの動画もお楽しみにしてくださいということで、じゃあねこの動画終わりたいと思います。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひ。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんですけど、フォローお願いします。それでバイバイ。